スタート。はい、このようにして、正座の状態からナメクジさんが平泳ぎするような形で這いつくばり動作の動きをやります。床に馴染むようにしてください。はい、次どうぞ。ドン1、はい、このようにして体体幹を使いながらそのまんま身長反射を使って全体が体全体が今度は連鎖をするような動きになっていますね。結局は全体がしなやかなしなりのあるスイング動作を行う。どこにも無理な力がかからない。ちょんちょん表裏、ちょんちょん表裏、ちょんちょん左右反左右、ちょんちょん左右反左右、ちょんちょん表裏、ちょんちょんワンタという形であります。そして裏でレシーブをやります。じゃあそれをはい、もっと近づいて投げて、常にこちらは、そのリズムで、ステップを踏み、そこにボールをレシーブしてみてください。せーの、はい、ずっと踏んでくださいね。このようにして、常にこちらはタイミングをバックスプリットのタイミングを測るのがその前のちょん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 いわゆるステップですね。